ディミエンドがあるじゃないですか。ディミエンドを、聞かせるためもうちょっとくつろぎましたか。あって言うんじゃなくてランドンドンドンワンドゥ。パンパンパンイエス。今日なんか坂入さんに指揮振っていただいて本当になんかもう楽しさがもうにじみ出てるような人で、あ、なんか楽しむって多分こういうことやなっていうのをすごく体感できた時間でした。初めて身近で、チェロの演奏を聴く機会はいただけたんですけれど、僕が思っていたチェロってこういう音が出るんだろうなと思った音があったんですけれど、それ以外ですごいいろんな音が奏でられていて、プロの体の動かし方とかそういうのが身近で見れてすごい貴重な経験でした。全校の前で演奏したり有名な人が来てもらうとなるとどうしても緊張してこうカチカチになってしまうんですけど、やっぱりチェロの方だったり指揮者の方がほんまに心から音楽を楽しんでもらえる姿を見て、私たちもすごい楽しかったし、こう心からみんなで音楽を楽しめた時間だったなと思います。